どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、動物病院を怖がります。1度目は平気だったのに2回目からは怖がり、車から降りようとしません。どうしたらいいですか？はい、ありがとうございます。人間の子供でもね、あるんじゃないかなと思うんですけども、病院に行って見てもらったりとかしても何もない時っていうのは全然平気だと思うんですけど、例えばね、注射だったりとかね、あとは口の中あーんって見たりするときに、やっぱうってなったりとか、なんかちょっと嫌な思いをすると、人間の子供なんか分かりやすくね、出るんじゃないかなと思っていて、特にね、なんか予防接種の後とかね、お子さんとかだとなんか病院行くだけで泣くみたいなのが出たりするじゃないですか。なのでワンちゃんたちも最初はね、平気だったっていうよりは、多分なんだかよく分かってなかったっていうのが多分正しい解釈なんじゃないかなと思っていて、何でもないよねって思ってたのに、急に思ったのと違うことになって、で、多分その時にちょっと嫌だなっていう思いになったりとかするね。もしくは明確にやっぱり嫌だなっていう思いをしたりすると、ワンちゃんたちもやっぱり動物病院さんに行くってなった時に、どうしてもその嫌なイメージが強くなると、ちょっとずつ入るの嫌がったりとか震えたりすることも出てくるんじゃないかなと思うんですけども、もちろんね、病気だったりとか予防だったり怪我だったりとか、ね、ワンちゃんたちの体調が悪いところで見なきゃいけないっていう場所なので、ワンちゃんたちにね、好きになってもらうっていうのは非常に難しかったりはするんですけども、ただいくつかね、緩和していくことっていうのはできるんじゃないかなと思っていて、まず一つが、その動物病院さんにもよるんですけど、動物病院としての利用だけをしない。ドッグランがついてたらそこでちょっと遊ばせてってあげるとか、なんか楽しみがあったらいいよねって思うのと、あとトリミングとかももしやってるところだったら、トリミングで行く時もあるよねみたいなね、そんな意識つけてあげて、でその時にね、ちょっとスタッフさんが遊んでくれたりとかすると、よりいいイメージってついていくんじゃないかなと思いますので、少しね、そういったことで緩和を図ることはできるんじゃないかなって思うのと、あとは毎回毎回ね、例えば車に乗るだけで動物病院ですってなると震える子も出てくるので、まあドッグランに連れてってあげたりとか、楽しいことにも車を使うようにしたりとか、あとは、もちろんね、お利口さんにできたら、その帰りにですね、どこか寄ってあげて、なんかちょっとね、例えばドッグランでもいいし、なんかどっかちょっと公園寄ってお散歩でもいいので、なんかワンちゃんの好きなことを後につけてってあげると、少し変わってくることってあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、全部を全部楽しくするっていうのは難しいとは思うんですけども、ワンちゃんたちもやっぱりこれだけってなってくると、ちょっとやっぱり嫌の方が強くなっちゃう子たちもいるのかなと思いますので、ぜひですね、ワンちゃんのことも考えて、少し調整をできそうだったらですね、やってみてください。はい、というわけでね、動物病院さんしょうがないと思います。まあ怪我してる体調悪い時にしか行かないですからね。で、そこでいろいろね、見てもらったりとかすると、ワンちゃんたちもやっぱり思ったのと違ったってなれば、ちょっとね、嫌になったりとかっていうのは出てきちゃうことはしょうがないんじゃないかなとは思います。ただ、ワンちゃんたちにとって、やっぱり楽しい場所まではできなくても、ある程度私たちの中で、ワンちゃんの接し方の工夫をすることによって、緩和してあげることはできるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、動物病院さんでも、その動物病院だけじゃなくって、他にもね、ドッグランがあったりとか、なんかちょこっとね、行ける時があったら連れてけたりとか、あとはドッグフードもらうだけとか、何かするだけみたいな、なんかワンちゃん連れていかなくてもいいよねって思う時もあるんですけど、そういう時にもね、ちょこっと連れてってあげたりすると、病院のイメージって来ても何もないんだねとかっていうのが分かったりとか、なんなら帰り遊んで帰るだけとかね、そういったのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、いきなりイメージ変えるって難しいんですけども、もう苦手なものは苦手になっちゃってる子たちもいるとは思うんですけどね、でも少しでもね、緩和できるんじゃないかなっていうところで、私たちもいろんな努力ってできることってあるんじゃないかなと思いますので、皆さんもですね、ぜひいろいろ、もしね、苦手な子がいたら少し緩和できるように試してみてはいかがでしょうか。